よいこなせよ、先生みだ。本日なんですけど、本日はソンスに来ました。まあ、最近流行ってるソンスなんですけども、まあ、いつぐらいかな、5、6年前ぐらいから流行り出したっていうのもあって、まあ、来たことあるんですけど、それぶりなんですよね、多分、おそらく。まあ、最近いろんな店ができてるというところで、ちょっと皆さんの方に、まあ、雰囲気もお伝えできればなと思っておりますので、参考にしていただければと思います。それでは、行ってみましょう。はい、僕は2番出口から出ました。だいぶね、急激にね、ソンスが雰囲気変わってるので、もう本当来るたび来るたび変わる韓国であるので、皆さん毎回来たらそう思う方すごく多いかと思うんですけど、ちょうど今昼ご飯の時間なので人がすごく多く出てるんですけど、まあ、こんな感じになりますね。セレクトショップだったりカフェがね、めちゃくちゃできてるんですよ。では韓国しかない、なんですか、作ってない、商品だったりあるのするので、まあ、そこら辺ね、韓国来た際は購入した方がいいかなと思うんですけど、こちらのオニオンもよく見るんじゃないですかね。よく紹介されてる方すごく多いかと思うので、こういう感じのカフェでございます。すごいね、こういうのもめちゃくちゃすごくないですか。カフェです。で、横を見ると工場なんですけど、こんな感じで、まあ、以前あった雰囲気も残ってるって感じなんですけど、まあ、急激に変わってるからね、この差がすごいですよね。最近だとアプクションだったりとかソンスっていうところに行く方すごく多いかと思うんですけど、まあ、こんな雰囲気ですよね。本当に毎回来るたび来るたび全然違うので、マジでびっくりなんですけどね。ここは靴屋さんかな。うん、靴屋さんになります。なんかコスメ系とかすごくある感じですね。あ、ここら辺のコスメ、めちゃくちゃお腹減ったんですよね。ちょっとご飯食べてカフェでも行きたいなと思ってるんですけど、いいとこあったら入りたいなと思います。こういう店がね、並んでるとこがすごく美味しいと思うので、来た際にはおすすめですよ、行くのは。もちろんね、おしゃれな店行くのもそうなんですけど、韓国料理は結構人が並んでるとこ行くとめちゃくちゃおすすめです。こちら洋服屋さんになります。めっちゃビルがすごいですよね。ちょっと中の方を見に行きたいなと思います。すごい、ランバード、最近かっこいいですよね。こういうスポーツ系の僕大好きなんですけど、いいな、めっちゃかっこいい靴。このアシックスめっちゃ気になってね、購入したいなと思ったんですけど、ランバードとかめっちゃかっこいいじゃん。めちゃくちゃ見えるところがある。めっちゃいいなこれ、ランバードとインサイレンスのコラボ。おお、めっちゃいいじゃん。インサイレンスとランバードのコラボのやつがめっちゃ良かった。で、コラボでも考えても、まあ18万ウォンぐらいなので、まあ今円があんまよろしくないから、それでも2万円ちょっとだったら、まあコラボだったらかなり安いんじゃないかなと思う。ちょっと買いたいなっていう。ここもめっちゃ変わったな。この道はかなり変わりましたね。ADER ですね。こちらあれですよね、ザラとコラボしましたよね。ここ結構きれいめなので、ルラルボもあります。ここの目の前にあるカフェはどれぐらい前かな、5、6年前に行ったことあるんですけどね。この道自体がめちゃくちゃ変わった雰囲気が、こちら見たことある方結構多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、もう本当にすごいんですよこれ。美術館みたいな、めっちゃ並んでるけど、これ何、すごいな。人がもう明らかにカンナムとは違う人の、ここがめっちゃ並んでる。なんだろう、あ、セブンティーンストリート、
アイドルかな。これはなんだ、カフェバーバリー。あー、ファッションウィークかなんかあったからそれかな。すごいですね。まあなんかインスタで見たインフルエンサーとか芸能人の方がこちらに来てね、上がってたかと思うんですけど、すごいね。これを見るとこちらがバーバリー。はい、そうっすね。美術館とかあったので、ちょっともうちょっと奥の方に行くとそれが有名だったんですけど、まあ、なんか最近本当にこういうカフェとか本当に洋服屋さんとかが増えて観光客の方がすごく増えてる感じですね。なんか車屋さんもめっちゃおしゃれに見える感じ。なんかね、そんな感じに見えます。こちらもどこもなんかおしゃれな感じですごいですよね。あー、これもあれか、見たことあるな。前はねこんな感じです。本当に工場に、工場の横にもなんか小屋さんがあるみたいな感じです。こういうこじんまりとした小さなカフェとめっちゃおしゃれに見えるっていうかね、まあ、おしゃれですよね。こういうカフェもそうです。ハンバーガー屋さんかな、おしゃれ。ここだ、ここ昔行ったカフェなんですけど、まだあるね。こんな感じ、右左あるんですけど席がまだありますね。なかなか5、6年ぐらいあるのは珍しいと思いますので、韓国では結構入れ替わりがめちゃくちゃ最近早いので。この道がめちゃくちゃ人多いですね。イソップがある道なんですけど、ここが人すごく多いですね。何屋さんだろう。こちら写真撮ってる証拠がいいですね。グランドキャニオンがありますね。コメデギャルソン、めちゃくちゃおしゃれなお店。バーバリーまであります。こちらすごいね、こんなに変わった。日本にもあるこれ、ベイジック、すごいね。こちらも出来上がるのかな、まだ作ってる最中っぽいですけど。ここもセレクトショップみたいなのでちょっと入りたいなと思います。こういうの最近流行ってかっこいいですよね。バーバリー、もうバーバリーウィークでもやってんのかな。どこもかしこもバーバリーがすごく多いんですよ。パンが売ってる。そしてこちらがディオールでございます。すげえな、めちゃくちゃ可愛いお店。スパ、スイカですね、こちらコールもできるんだ。こちらもすごく結構流行ってデザインがかっこいい洋服のメーカーなんですけど、ブランドなんですけど、ここにできるのかな。ハイパーマート、こういう T シャツもめちゃくちゃ可愛いですね。マンオーチョンカフェ、めっちゃ安いでしょこれ。なんだこれは、カフェかな。めっちゃ並んでますね。こちらもなんだろう、カフェかな。こちらのバーバリーのポップアップかな、この入っていくと。ちょっとチューンストアの方に行きたいんですけど、こちらもカフェ、まあ、最近こういうカフェはめっちゃ流行ってていろんなとこにあるんですけど、いい感じですね。カシーナ、ここ僕めちゃくちゃ大好きで、他のコラボとかも買ったことあるんですけど、ちょっと見に行きたいなと思いますね。カシーナで靴も買ったんですよね。サロモンの靴
なんですけど、こちらちょっと見に行きたいなと思いますね。あまり見たことない色が結構ある。靴を買いたい方は、珍しい靴を買いたい方はここのカシーナめちゃくちゃおすすめです。サロモン好きとかね、スポーツ系の靴が好きな方、日本で手に入らないものを購入したい方は結構おすすめなのでカシーナ。釜山にもあるしね。お、カフェです。はい、カフェです。カフェすごいな。はい、そしてこういう横にね、車さんがあるっていう不思議なこういうソンスの道になるんですけど、ちょっと僕チューンに今から行って、ちょっとセレクトショップなんですけど見に行って、ちょっとご飯を食べたいなと思うんですけど、そしてカフェにも行きたいなと思ってるんですけど、ちょっといいとこがあったら入りたいなと思います。パフュームクラブ、香水ですね。すごいマイアミ感がすごい。こちらわからないですけど何屋さんか。すごいですねこれは。コスメかな。なんか入ってみようかなと思います。あ、カフェね。これジェントルモンスターの地下にもあったかと思うんですけど、チューンはこちらになります。ちょっと中見に行きたいなと思います。こちらいろんなセレクト置いてあります。ねえ、今潜るか。冷麺頼みました。おかずはセルフで取りに行きます。チャルモック済みだ。チャルモコストや。お腹いっぱい。冷麺めちゃくちゃ美味しかったです。さてカフェに行くか、ちょっといろいろ回るか、ちょっといろいろそこら辺歩いていきたいなと思うんですけど、めっちゃ雨が降りそう。雨が降りそうだな。おしゃれなカフェを一人で入れるかどうかっていうところなんですけど、入れるようなとこがあったらカフェ入ってパンも食べたいなと思ってるんですけど、なんかいきなり寒くなってきた。なんか目の前ここ高温チン。あ、お肉屋さんかな、レストラン。ちょっといろいろまた回りたいと思います。今円があんまりよろしくないから、あのウォンの値段で買ってもねちょっと高いんですよね。だから例えば20万ウォンとかだとだいたい2万円とかなんですけど、前だったらね、単純計算したら今だったら20万ウォンだと多分2万2000円ぐらいとか多分してくるかと思うんですけど、そんぐらい高いんですよね。ちょっと計算しながら見たいなと思うんですけど。めっちゃうまそうだな。やっぱお肉はてんちゃんちで食べたい。ここはもうねかなり前からあったので、この雰囲気が一番最初にあった感じなんですけど、これでなんかちょっとおしゃれだなと思って、おしゃれな街が出来上がるみたいな感じだったんですけど、ここら辺全然何もなかったです。本当にここら辺もなかったので、ちょっと先に行くとちょっと美術の街みたいになってるんですけどね。そこに行ったついでに前このカフェに行った感じでございます。これ何、靴屋さん。最近テニスブームなので韓国多いですよね。カフェヨネックスですね。うわ、こっちに向かってるんだ。雨が降りそうですね。
なのでちょっといろんなとこちょっと回って買い物して帰りたいなと思います。こんな感じでソンスドンがすごく変わってるので、ぜひいろんなところに遊びに行ってはいかがでしょうか。まあそんな感じで今回はこんな感じで締めさせていただきます。皆さんの参考になっていただければ非常に嬉しいです。それではまたね。じゃあね、アニョン。アニョン。